単調な生活を繰り返すだけ、そんな毎日もいいさ。親友との約束もキャンセルして、部屋で泣いたを見よう。あの子が出て行ったのはもう3ヶ月前、淡い思い出だけを野下に残して、涙もない言葉も出ない、あっけない結末。あれほど燃え上がってた2人が嘘みたい。最近じゃグダマな子に目っぽ弱い男ってこんなもんさ。新人のマリちゃんに酔ってもまるで手応えがない。ケーキの煽り受けて車内のムードは緊迫してるから、僕一人が浮いてる。上司に愚痴言われる、血が穴だって言うから、いっそ彼に先ほどかと思うよ。ああ